前煮詰めすぎんなよ。早くしろよ、お客さん待ってるぞ。やってんだバカ。おい、それ早く片付けろ。すいません。吉村、はい、タオル取ってこい。はい。おい、魂、はい、お前も行け。やんなっちまうよな、うちのクソ親父さ。なんであんな怒鳴られなくなんないわけ。そんな悪いことしてますか、僕たち。そんないけないことしてるんですか。か弱い俺たちをもっと優しくさしてほしいなとか思ったりするんだけど。つうかさ、このハーブだってさ、知ってる、あさって予約さ121人だぞ。あさって足りるかっつうの、この量。無理だろ、買った方が早いって。絶対ハーブ、本当に。ああ、なんでこんないちいちハーブ摘みとかしなきゃいけないのか分かんなくね。あちい、あちいよ。もう今日暑くねえかな。おい、4人、知り合い。まあ、ありがとうございました。早くさ終わらせて、ジョリーは戻ろうぜな。知り合い、偶然会ったから驚いただけ。そう、絶対何かあるって顔してるよ。ないから。昔好きだった人とか、生き別れた兄弟とか、んなわけねえっつってな。あれだ、浮気相手、元彼。マジか、元彼来たか。おい、マジか、それ超気まずいな。うるさい。本当違うか。おい、お前らうるせえぞ。手を動かせ。はい、すいません。帰れ。はい。吉村。はい。コンテストで作ったオマールだったよな。あれですか。あさっての披露宴、お前がオマール作れ。冗談やめてくださいよ。冗談言ったことあるか。でもあいつだろ、あさっての挙式。もしかしてあいつに思い知らせてやれ。でもよく考えろ。早く帰れよ。
何？おまわるさ、任せてもらったんだってな。よかったじゃん。まあね。激辛にしまえよ。おい！そちらブルターニュさんの最高級のオマールエビでございます。お口に合いましたでしょうか？ごゆっくりお楽しみください。オマール、うまいね。何？どういうこと？ねえ、知り合い？ねえ、聞いてる？ねえ、ちょっと待ってよね。
あの、お久しぶりです。まさかここで働いてるなんて知らなくて。ごめんなさい。カレンさんのことずっと後悔してて。やめてください。俺だけこんな幸せなんて本当ありえないですよね。あの時車乗ってなければって、急いでなければって、今でも本当に後悔してるんです。でももう戻ってくるわけでもないし、俺どうしたらいいか。あの時私たちも結婚する予定だったんですよ。結婚おめでとうございます。